どうした？何？どうなんかな？何？まあやっぱそうか。そんなうまくいかないか。何があったの？え？ああ、撮ってんの？撮ってるよ。あ、撮ってる。始まってますけど。やばいやばい。何？あのね、いいですか？俺最近やっぱり、結構美意識っていうかさ、前よりか頑張ってるんよ。あ、まあ確かにね。例えばまあ、メイクしてたら必ず落とすとか。ああ、確かに。前までそのままやったもんな。そう。とか、最近は、そのお風呂上がったりしたら、化粧水からの乳液みたいな。あ、スキンケアね。前まで一切しなかったのに最近俺やってるわけよ。うんうんうん。その中で俺はやっぱ悩みを一つ抱え込んじゃいましたん。抱え込んでないだろ。いや、ガチで。何？眉毛なんよね。おお。あの、眉毛って大事やなって思って。確かにね。あさこ眉毛結構癖あるやもんな。ちょっと今見えてないでしょ。俺眉毛がやっぱちょっとコンプレックスではあるんよ、正直。確かに。確かにって言うと余計傷つくよね。眉毛確かにあの、人の顔結構変わるもんな。一回ね、ヒカルに前連れてってもらったとこがあんね。眉毛みたいな、整えるみたいな。あー。一回ね、そういうのやって、めっちゃ良かったんよ。あー、うん。良かったよ。良かったけど、やっぱりちょっと苦手なんよ、そういうの。俺苦手やん。苦手。そういうなんか、人にこう顔近くでやられるみたいな。なんか痛いんじゃないかとか。あ、そうそう、それもある。そういう系ちょっと苦手やな。そうだからこそやっぱりこの今勇気を振り絞れないっていうか、どうしようかなっていう。でも自分でやるのもちょっと俺ミスるんよね、すぐ。その剃りすぎちゃうんですよ。あー、確かにね。そもそも確かに眉毛なくなるもんな。そうそうそう、だからちょっと一回この悩みをちょっとヒカルにぶち当てたいなっていう感じで。眉毛アートすればいいやん。それはもう結構ハードルは高めやん。まあ、おたくん、整形とかは結構。いや、全然賛成派だけど。あ、違う。ビビるやん。あ、そうそう。自分がってなった時に、やっぱり構えちゃうから。痛いのとか嫌系やん。そうなんですよ。でも、気になんねん。だからこそ、ヒカルに一回ちょっとやってほしい。何を？その眉毛系。あ、眉毛系？うん。ああ、確かにヒカル。今まであんま眉毛系出したことなかったかもしれない。うん、そう、だから、その場で俺行って、決めるわ。うん、あ、これ俺いけそうやなって思ったら行く。ヒカルを生贄に差し出すってこと？いけない。まあでもヒカル確かに眉毛やりたかった、普通に眉毛アート。そうだからちょっとマジで本当に一回ちょっとヒカルがやられてるとこ一回見て、うん、ちょっとマジよかったらやろうかなっていう感じやから。おー、一回ちょっとマジでいい？そこいいよいいよ。いい？全然いいよ。じゃあちょっとお願いします、それで。おー、おたくん大体ヒカルを生贄にしてから自分がやるからな。言い方ん。まだそうやなみたいなやつ、だいたいヒカルに食べさせてから食べるもんね。でもそういう人の方がモテるんですよ。どういうこと？はい、ということで到着しました。着きました。じゃあですね、メディカルブロー新宿院ですね、全国展開してて、今回は新宿院なんですけど、はい、症例が5000以上あるということで、めちゃくちゃ安心して受けれるということなので。5000。そう、まあ、ちょっとお任せしたいなという。ああ、そういうことね。はい、行ってみたいと思います。はい、行きましょう。じゃあ、ただーん、イエーイ。すごい、駅近いしな。はい、行かせていただきます。お願いします。よろしくお願いします。こちらからは健康状態と自立部位の肌状態の確認をさせてもらいます。あ、こんにちはっす。ここでもうやる感じね。あ、施術も多分デザインして、麻酔して、施術っていう感じですね。これからどうするん、デザイン。どういうのにしたいとかあるん、眉毛。どういうのにしたい、なんか、あの、バランスとかが多分あるんよ。ああ、だそれ先生に聞くみたいな。そうそうそう、多分それで。あ、しっかり眉毛、ほんま、そのなんか、ハの字とかがいいと思う。下がり眉毛の、うん、似合うと思う、俺はね。の意見は聞かんから一切。はーい、緊張するんやっぱり。え、全然。あ、もう何もないんや。うん、あ、やっぱすごいな、そこが。眉毛でさ、うん、緊張してたらさ、うん、俺が緊張してんねんけど。いつもそうじゃない、なんか俺が来ると俺の方が緊張する。あ、まあ、確かにね。はい、ということでデザインしていただこうと思います。はい、本日担当しました看護師の橋本と申します。よろしくお願いします。お願いします。こだわりとかも特になくなって、はいはい、結構お任せになっちゃうと思うんですけど、希望的には、はい、眉尻が短い気がしてます、自分的に。あ、そうやんな、確かに確かに。何も分かってない。ちょっと短い。眉尻がちょっと短い気がしてるのと、はい、あんまりなんか存在感は出したくないかなっていう感じです。形的
じ眉に沿った形。そうですね。で、太さとかはどうですか？太さもあんまり変えないでいいかなっていう感じではあるんですけど、そして気になるところとしたら眉尻の長さがもう少しあったらいいかなっていうのと、そうですね、はい、他はどうですかね。何が正解か分からずに、はいはい、いつも結構眉マスカラだけで眉尻とかもガシガシやっちゃってる感じなんで、はい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 、ちょっと結構適当なんで、ね、だけになればいいんじゃないって感じで、かしこまりました。ちょっとそちらを本当にこれからデザイン、はい、させていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。痛み的には結構感じますか？眉毛を抜いてるぐらいの痛みなので、無痛ではないんですけど、はい、我慢できないほどではないぐらいの。じゃあ全然痛いね。痛み強いしな。自分で抜いてる。あ、そしたら多分できるかも。結構寝られてる方とかも全然いるぐらいなので、はい、もしかしたら問題ない方は思いますので、はい、お願いします。じゃあ右眉の方のちょっと眉頭が少し細めになってるかなと思うので、そちらを左側の眉毛に合わせてあげるのと、眉尻の太さっていうのが黄金比で取っていて、なので多分もうプラス 1,2 ミリぐらいちょっと伸びるかなぐらいで、すごい伸びるってほどじゃないと思うんですよね。例えばもし普段このぐらいの長さが好みだとしても、この部分っていうのがどうしても加齢によって垂れ下がる部分になるので、ここまではアートメイクだと入れれないので、そこはちょっと黄金比を見ながらまたデザインしていくって形、はい、あとは自眉ベースで整えていくっていうのがいいかなと。多分お化粧多分普段いろいろされると思うので、雰囲気によって多分深く入れちゃうとまたお化粧でも雰囲気変えれなかったりもするので、そうですね、アートメイクで土台作れてもいいかなと思いますので、はい、ちょっとその色にデザインさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。1時間弱ぐらいお時間かかるかなと思いますので、はい、協力お願いします。はい、あとデザイン終わりましたら麻酔を20分ほど置いていって、最後に施術になります。トータルは2時間半から、まあ、マックスで3時間ほどお時間かかるかなと思いますので、はい、ご協力お願いします。すごいな、コンパスみたいな。そうです、これが黄金比を出す専用のコンパスが。それ売ってますか？一応ネットで売ってます。売ってるんだ、はい、何なんですか？ちょっとチェックしよう。あ、今いいな、なんかやばいよ眉毛のラインが、うん、両津勘吉みたいな。あとで鏡をお見せするんですけど、とても濃い眉毛になってます。でも綺麗ですよね、形めちゃめちゃ。あ、よかった。この状態で左右のバランスを整えていきます。この時間が結構長いので、もう10分ほどお時間かかります。土台っすもんね、だってもうこれは。そうです、これで本当にデザイン次第で全てが決まるので、うん、よく施術の方が長いというふうに思われがちなんですけど、このデザインがかなり時間がかかりますね。これ本当全ての土台作りになるので。どんな気持ちなんですか今は？無です。だって痛くもないし、もうなんか安心して任せてますって感じだから、うん、ああそうなんや。長いなって感じる分に関しては短くすることが可能なので、はい、どうですかね、今見ていただいて。どうなんだろう。見ようか、俺が短い。あ、まあ俺はもっといっちゃうね。もう少しいきますか。俺やったらいい。はいはい、本当もう少しだけ、はい、ちょっと行ってもいいかなって。はい、そうです、頑張りました。でちょっとあとそちらの眉山についてと、と眉尻の長さですね、少し調整していきます。はい、クリーム状の麻酔になるので、少し上からひんやりと左右の眉毛のあたりしていきます。はい、ですけど、これよりももう少し例えば茶色感をプラスしてオレンジ色にしたいとかってありますか？オレンジっぽいのが、オレンジっぽいので、はい、かしこまりました。ちょっとおでこの上でちょっとインク調合していくので、はい、ちょっとそちらでもう少々お待ちください。はい、こちら2種類のちょっとインク乗せてるので順番にお話ししていきます。はい、まずこちらですね、こちらの色っていうのがちょっと赤みの強めの茶色系のお色味になります。はい、でちょっとこっちが単色で入れると、もうどうしても自眉よりもちょっと暗めになってしまいますので、
こちらの黄色ですね、ちょっと混ぜていくとこのようにちょっと明るくなるんですね、はい、でお色味的にはもともとのと、まあ、ジマヨとかお化粧を見てると多分結構な量黄色み入れてあげた方が馴染んでくれるかなと思うので、うんうん、まあ、このぐらいのお色味、多分先ほどのお写真と見ているよりかはもう少しちょっとオレンジ色のある明るめのお色味にはなるんですけど、このぐらいのお色だとちょっと明るすぎるなとかってありますか？これがそのまま入るみたいな感じ。これが若干だけもう少し暗くなるんですよね。と施術直後はこのぐらいの発色になるんですけど、うん、1ヶ月ほどすると本当 0.5 トンぐらいだけちょっと暗めになっていくので、うん、もう少し暗くなっていきます。なるほど、じゃあ全然いいと思います。イメージ的には本日のお化粧ぐらいのお色味がアートメイクで塗ればいいかなっていう感じで、はい、さあこのぐらいの色味がベストかと思いますので、はい、それこちらで施術していてもよろしそうですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。今誰どういう状況なの？麻酔が終わって、うん、メイクを落としました。落としました。あ、でもなんか点々ついてんな。手眉、これがマーキング、さっき の、 あの下書きの形。あ、じゃあそれ通りにもういくと。そうです。なるほどね。ちょっと寝ました。ああ寝てたんや。すでにほら点々あるわ。でこれ通りにこう入れていくみたいなね。そう、お頑張ってください。はい、はい、寝ていただいて全然問題ないので、逆にそちらの方が痛み感じにくいと思われますので、はい、お願いします。痛い？うん、何も感じない。何もじゃないけど全然通る。それ何ですか？針みたいな感じですか？そうです。これがちょっとインクついたと分かりにくいんですけど、こういう針ですね。すごい、めっちゃ細かい針や。インクをつけて、ありがとうございます。そういうことね。最新すぎやろ。そう、メタルブラウの独自の6Dストロークっていうのが、この独自の針を使ってます。お疲れ様でした。はい、ということで終わったそうです。あの、違う違う、ちょっといい、あの寝起きなんよ、顔がずっと、うん、どうですか？すごい、すごい綺麗だ。マジで綺麗。でもね、ミリ単位でやってたで、見てたけど。へー、もうやばい。何でやってんのか全然わかんないからさ、こっちからあ、もうじゃ気持ちいいぐらいな感じやったんや。なんだろう、ちょっと気になった感じ。なるほどね、うん、うんうん、でそんな痛みも少ないみたいなね。うん、注意点があるのでこちらお伝えしてきます、はい、まず一つ目は25時間過ぎるまで眉毛に水をかけないこと、はい、こちら必ずお願いします。わかりました。なので本日はちょっとワセリンを分厚めに塗っていただいた状態で、はい、目から下はいつも通りの洗顔で、うん、おでこのあたりはちょっと拭き取りタイプのものの方がよろしいかと思いますので、はい、お願いします。はい、シャンプーを浴びる際もちょっとお顔元ですね、後ろ側に傾けた状態でなるべくかからないようにだけお願いします。はい、1つ目が3日間ですね、ワセリン塗っていただくこと、こちらも必ずお願いしております。はい、で3日間朝と夜の洗顔後にとワセリン上から塗り替えていただければと思いますのでお願いします。あと最後3つ目が1週間過ぎるまでこすったりだとか、あと代謝を良くすることですね、運動したりジム行ったりサウナ行ったり温泉行ったり、ちょっとそういったことは1週間お控えいただいておりますので、はい、よろしくお願いいたします。わかりました。ありがとうございます。ございます。今回のしかも先生に眉毛をやっていただいてどうですか？光栄です。ありがとうございます。お父さんだ。ヒカルが言うのよ、それは。あ、そういうこと、うん、でも俺もほぼ見てたんよね。あ、そうね。見てた見てた。ミリ単位まで先生もこういうちゃんと携帯でこうやってた。失敗しないでしょみたいな感じ、うんうんうん、ぐらい細かいところまでやってたんで、これはちょっとね、あ、もうこれやりたいな。だから直後そう見たから、もうめっちゃいいなみたいな。確かにね。感じで思いましたね。おお、うん。痛くないんや、うん。そこめっちゃ心配しそうや。いや、そう、痛み弱いやん、俺。あ、まあね。でしょ？え、でも表面麻酔塗ってるから、うん、全然大丈夫。あ、そういうこと、うん、全身ではなかったよ、麻酔。全身。熱だからさ。あ、全然違う。静脈やってんのかなと。全然違う。何も塗っただけなんや。塗っただけ。
めちゃめちゃいい、良かったんで、お試しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは私がこう手術を受けるっていう動画を撮ったんですけど、今回このメディカルガールズっていう5人組のユニットを組んで、あの看護師さんがあの YouTube チャンネルをやられてて、そちらの方で私とも対談に出させていただいてるので、ぜひそちらの方の動画も見ていただけたらなと思います。見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということでどうでしょうか、この眉毛素晴らしい眉毛になったんじゃない？よくない？めっちゃ、うん、今何もあのメイクしてない状態です、ね、あ、してないの？眉毛何もしてない。え、すごいな、やっぱな、すごいよね、素晴らしい。手術から、うん、どんぐらい経った？1週間経ってないぐらいじゃん。1週間ぐらい、ちょうど1週間ぐらい。はい、めっちゃ綺麗、マジで、うん、それでメイクしてないんや、何も何もしてない、マジで。え、マジでいいな、マジやりたい、本当に。しかもなんか、うん、このなんか表情のこの眉毛がこうピクッて上がった時とかのことも考えてデザインしてくれてるから、うんうん、あ、言ってたな、なんか、そう、素晴らしい。寝てたよね、光。マジで寝てた。だから全然痛くなかった、すぐ終わった感じです。あね、はい、ということで、うん、ちょっと俺マジで考えるわ。でもそれで3年ぐらい持つんやろ。あ、ね、1年から3年やって、うんうんうん、まあ個人差あるんやけど、そう、2回でセットだから、まだ1回目だから。ああね、もう1回行くんや。もう1回行ったら1年から3年持つ、うん、最高やん。てか眉アートのお店って意外と多いんよ。あ、多いんや、街中に。あ、そうなん。最近めっちゃ増えてきてて、うんうん、その中でもここマジでなんか超こだわってデザインしてくれて、ちゃんとその通りに綺麗にやってくれるところってほんと少ないから。確かに、うん、このクリニックに行きたいなって思ってくれる子も多分多いと思うんですけど、はいはいはい、トリカチャンネルこの動画を見てこのクリニック行きたいなって思ってくれた子は、おたひかチャンネルを見た、または割引番号4408って伝えたら 20% オフにしてくれるらしいので、うん、お、激アツね。はい、ぜひ、うん、概要欄にも詳しく載ってるので、はい、お店ぜひ行ってみてください。はい、ぜひね、はい、1月末まで限定なので早めに予約してみてください。あ、ね、はい、行ってみてください、はい、自分のしたい形にできると思うんで、うん、顔整った感あるよね、眉毛のおかげで、うん、しかもさ、メイクしてなくてもそれやん。そうだよ、だからいいよな。でかくないに、いや、でかい、でかい、かなりでかいので、ぜひ行ってみてください、はい、で、まあ、今回ヒカルは眉毛をやったんですけど、うん、アートメイクってリップとか、うん、アイラインとか、え、あるん、それも。あるん、えー、やば。アイラインはヒカルのママがやってた、うん。あ、そうなんや。そう、アイラインこの目の上みたいな。あ、そう、なんかアイラインってさ、まつげとまつげの間、うん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 、を基本アイライン引く人の方が多いね、うん、あね、そういう人ってめんどくさいやん、うん、確かに確かに、毎回ね。そう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 、それもできるんや。そういうのをアートメイクでやる人とかもいるんや。うん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 。けどこのオートチャンネル見たで使えるのはアートメイクの全メニューなんで、別に眉毛じゃなくても、あ、いけるんや。リップでも別にどこでもアートメイクだったら全面に 20% オフになるので最高、はい、はい、という感じで今日は終わりたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんね 20% オフになるので、ぜひ、え、マヨアートマジで結構行ってみたいと思ってくれた方、高評価チャンネルお待ちしてます。はい、ということで次回またお会いしましょう。以上、おとと、キャルでした。バイバーイ。